脆弱 X 症候群は2006年現在唯一遺伝性であることが確認されている知的障害である。英語ではフラジャイル X シンドローム。X 染色体の異常に起因する疾患で精神発達障害、情緒不安定、注意欠陥と多動性、自閉症様症状、長い顔、大きな耳、扁平な足、関節の過信点を伴う。 男性の方が女性より症状が重く、大部分が精神発達地帯を見せる。全人口中線から2500人に1人と頻度の高い疾患である。X 染色体中には脳の発達に必須な遺伝子の一つ FMR1 遺伝子が含まれる。FMR1 遺伝子は通常6から45の CGG コドンのリピートを持つが脆弱 X 症候群。 特に全変異例ではリピートが200を超す。そうなると正常なタンパク質が合成されなくなり、脳の発達に異常をきたす。中には全変異状態で、染色体に異常はあるものの症状を示さない場合も、ある。脆弱 X 症候群の DNA 診断は1992年に確立され、どの医師でも保飲者、全変異例とも発見できるようになった。 現在のところ承認された治療法はなく、患者に適した指導を行いできるだけ良い生活が遅れるようにすることが重要である。FXS 患者の3人に1人は自閉症スペクトラム障害の症状が現れる。AZD 小児に対して、抗うつ薬の選択的セロトニン再取り込み阻害薬の選択的アンタゴニストで、うつ病、不安、自殺期とといった、 副作用のために製造中止となったが、低用量において、FMR1 コマウスのウミウマにおける、神経回路の状態を改善し、学習力と記憶力を改善するとされる。ありがとうございます。